世話の焼ける内閣ですね。まさか退陣を要求したことは何度も何度もあるけど、国会開けなんてことをでもしなきゃいけない世の中になってしまうとは思いもしなかったぞ。ちゃんとね、自分の仕事ぐらいちゃんとしてほしいんですよ。議員っていうのは議論交わして国民の代表としてね、国民の福祉にかなうように、国民が幸福になるように精一杯汗かいて仕事をちょっと待って、分かった分かった、はい、仕事をしてほしいんです。それなのに何やってんですかね。外交日程が忙しいなんて嘘ですよ。それただ単にお金ばらまきに行ってるだけなんですよ。お金をばらまく前に国民にそう返すもそうだし、相談もないね、いつも決めてきたね、でこんだけお金を配ってきたっていうふうに自慢するけど、それ安倍さんのおかげですか。安倍さんのお金じゃないですよね。だからそういったこと全てが隠されている、隠蔽されている、それを議論することすらもうしなくなっちゃった。国会で議事堂の中でやると自分の嘘とか都合の悪いことが全部さらけ出されちゃうっていうのがよーく分かったんでしょうね。だから国会すら開かなくなったのが今のこの日本の内閣なんですよ。あ、どうも、はい、国会で開いてほしいんですよ。でだからね、国会開けでも開きます今から。はい、もうこんだけの行楽日和でラジオとかつけるとどこ行くんですかとかね、高尾山山登り気持ちいいですよねとか、美術館とかに巡るにはいい日ですよねって言ってる日に、これ物好きで集まってんじゃないんですよね皆さん。はい、皆さんこんにちは。国会開けでも呼びかけ団体の一つ、東京北区の特定秘密保護法を廃止、北区アクションから来ました朝子と言います。私たち東京北区の特定秘密保護法廃止アクションは昨年の2月から続けてきました。特定秘密保護法が閣議決定、国会で通ってしまい、その後この今回の安保関連法制が成立するまでの間、やはり私たちはこの特定秘密保護法が大きな日本の岐路に立つ法律だと思って、それを動かせない、またこれを廃止させるために全力を挙げなければと思って地道にローカルアクションを続けてきました。その時に私は今感じているんですけれども、私は政治家ではありません。今ここに参加されている多くの人が政治家ではないですよね。だけども本当は政治家が一番偉いんではなくて、地道に声を出し、そしてスタンディングをしたり、声を出さずとも行動を起こしている私たち一人一人が意識し始めた時、本当にこの国の民主主義が動くんだと思うんです。同時に特定秘密保護法でさまざまなことが秘密にされてしまっても、私たちは秘密を作るな、そして私たちの声を上げることを押さえつけるなということを言い続けなければいけないんだと思います。今日ここで国会開けデモをなぜやったか、なぜ安倍さんはこんな重要な安保関連法が通ってしまった後、私たちに丁寧な説明をすると言っていた言葉を忘れたかのように一向に説明しないでしょうか。だから私たちは今日ここで国会開けという声を上げたいと思います。